マジにバレよ。マネタテピョンテン。いや、やっぱ YouTuber、VTuber としてまあ5年近くやってますけど、思うことはですね、はい、やっぱいかに新しい経験をするか、まあそこに詰められてると思うんですよ、私は。立候補する立候補してる今。新しい体験するっていうのがやっぱり活動しててよかったなと思いまして。あ、引退引退される流行の最先端東京で、本日は24時間で多くの新体験をした方が勝ち選手権。よいしょー。どういうことだ。どん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 新体験をしたい。刺激をもらうことがやる気になっている。すごいすごい、刺激ジャンキーになってる。ジャンキーすぎる。もっと新しいことをしたい。一通りやったって。え、してないしてない、全然まだやってない。もう世界って思ったの。やってないことってまだまだあるって。こいつ僕がヨーロッパ行って思ったよ。もう十分だって。せっかく東京に行くんで、はい、1日24時間使って。前は映画見たじゃん、はい、ああやりましたね。あれよかった、心が豊かになった。あれで新体験、何でもいいです。何でもいい、できるかっていう。ああ、どう、ピーナッツくん新体験好き？もう安心したいからね。基本的に生き慣れた店で、生き慣れたところで眠りたいけどね。そういうタイプじゃん。あ、でもそういう人にも刺激的な日は必要だから。豆製のうちの24時間ぐらいぶっ放していいでしょ、はい、ぶっ放す。ちょっとポンポカさん強そうだなそれ。いやいや、個数じゃない。あ、個数じゃない。個数競うけど、もうただ新しいことしたいだけだから。あ、おのおのの刺激を受けたい、人生のために。怖いって、行き着く先が怖いよ、お前の。刺激的でしたわ。すごい、こいつ刺激ジャンキー。結構やっぱ頭使うね、うん、頭使う。検索しても新体験出てこないしね。いや、そうそうそう、だからその検索するワードをどっかからこう拾ってこないといけないというか、日頃検索してることっていうのは、うん、それ日頃だから。そうです、その通りです。じゃあ僕の新体験、はい、もうめっちゃ頭凝らしてやってきたんで、まずはループ。おー、やったことない。これね、結構電動キックボードが主流なんですけど、はい、自転車もあります。へー、キックボードは乗ったことあるけど、電動自転車乗ったことなかったんで、うん、いいじゃん。ループの自転車。ああ、こういうのこういうの。新体験。新体験だ。リュウク、欲しいか。リンゴ片手に矢神ライト気分。新体験ですね。カウントしますかこれ。やったことあります。あ、皆さんどうですか。皆さんこういうのカウントしますか。やったことあります。足が重さと違うんですけど。やったことないでしょ、うん、どういう気持ちになった。いや、恥ずかしい。恥ずかしい。こちら何、トルコの料理、うん、サバサンド。へえ。食べたことない。サバサンドです。あ、いいね、トルコ料理。トルコ料理美味しかったですよ。めっちゃツナサンドに似てる。いいね、いい一日過ごして。まだ全然序盤じゃん。いや、もうこの時点で結構もうヘトヘト。わかる。普通に過ごしたらダメなんだっていう。休みじゃない。そう、24時間ずっとね、普通に過ごせないっていう、ね、ずっとなんかしなきゃってなってて。続いて、はい、こちらですね。はい、こういうの。何こういう写真。なんかすごい、なんか、なんか綺麗じゃん。カメラで撮ったみたい。 iPhone？ ビル写真家への道を探る。え、 iPhone？ これ iPhone です。綺麗に撮るね。もしかしたら自分ビル写真家になれるんじゃないかっていう。なれたかもしれない。ちょっと途中ちょっとなんか iPhone じゃないのかと思っちゃった。皆さんありますか、ね、ビル写真家の可能性を感じたこと。ないですね。でもこれはいい体験かも。これはね、目指さなかった道だね。そう、うん、ビルがかっこよかったんでね。抜け出せない目色の中、回り回ってまたスタート。この辺ですね、皇居の周りをちょっと走る。チャリでね。もうすぐ農家チャリでね。ループで。チャリでループでですよ。ループで皇居の周りを走る、はい、それループで走るってカウントしていた。それもこれループで。すいません、これ農家です。なんでだよ、ないだろループでチャリ走ったこと。はい、皇居ランってこと。皇居ランです。ループでね、高級ブランド店に入る。おお、エルメス。あー、すごい。僕エルメス入ったことね。いや、ない。もうないよね。いや、思ったけどポンポコ結構入れなくて終わったわ。あ、ほんと敷居高いもんね。僕は入ったよ。すごいね。僕は入ったよ。どの顔で入った。エルメスに。なんかお尋ねことあったら何でも聞いてくださいって言われました。お、新体験。緊張するよね。一人でイルミネーションを堪能する。途中じゃないかな、毎年じゃないかな。ピーナッツくんこれで、わざわざイルミネーション見に行ったんだ。通りかかったっていうね。農家だろ。相田光雄美術館に行く。おお、こんなん行ったことないでしょ。すごいね。あれだよ、相田光雄って教科書載ってる詩の人だよね。もう人間だもので有名な。あ、相田光雄深かったね。良さそう、良さそう。めっちゃ良かったよ。なんか詩があんの。詩っていうかね、あの、はい、書。あ、書道。あ、光雄ってそうか。そうそう、光雄って呼んでんの。光雄って書道で書いてる。そう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 。イメージ的には、そう、相田光雄ってなんかこう人間だものってなんか悟ってる感じだと思ったけど、はいはい、若い頃
の間光をめっちゃ格闘してんだよ。そうなんだ。そう、自分と戦ってて、はい、ショーを前にすると自分が本当に情けなくなるとか、そうなんや。そういうね、葛藤も見えて、本当にそれがねすごいグッときました。いい、想像以上に行ってよかった。泊まったことのないネカフェで泊まる。何このネカフェ。カスタマーカフェ。カスタマーカフェチェーンでいっぱいあるけど、意外と行ったことなかったなっていう。え、初めて聞いた。え、嘘。有名カスタマーカフェ。うん、ネカフェなんだ。うん、知らないわ。ネカフェ、ネカフェ。いや、ここね、よかったですよ。何よりね、カレー食べ放題。マジ？匂いすごそうだな。カレー、いやもうラウンジというか、そのちゃんとあ、食べると決まってんだ。飲食スペースで。ああ、よかったよかった。あ、カレー食べ放題。いいね、いいね。しかも2種類ある。へえ、2種類のカレー食べ放題です。いい、うまかったね。カスタマカフェ気になるわ。よかったです。確かに新体験だけど、広告で見たことあるようなゲームをしてみる。やったことなかったんだ。やったことないね。逆にね、ないないない。なんか美女が孤島に取り残されて自ら切り開いていくみたいな道を。何のこっちゃ分かんない。何のこっちゃ分かんない。何のこっちゃ分かんないけど。とりあえずやってみました。行ったことのないサウナに行く新体験ですね。そこは知らん。サウナはもう行ったことあるから。コリドーの湯。何も変わらない。行ったことありませんでした。新体験ではないよ。新体験。ここも綺麗な場所でね。新しい。何が新しかったの？いやもう最近今年オープン。最近は一緒じゃん。新オープン。朝4時ぐらいに行ってるんですよ、僕。そう、ネカフェ4時に追い出されて、ネカフェ4時に追い出されて4時からサウナに行く。これね、めっちゃおすすめです。めっちゃ空いてるから。それはいいね。そう、なんなら深夜ぐらいに行くっていうの、うん、深夜から朝にかけて行くっていうのが、ね、混んでるとあれだからね、はい、朝ごはん。めっちゃいいじゃん。朝ごはん、これは食べたことない。朝しゃぶしゃぶ。うわ、絶対いいやん。朝しゃぶしゃぶ。何そんなあんの。すごいよ。いい体験じゃん。2000円ぐらいです。めっちゃ高そうだもん。いやもう自分専用の鍋がついて、でしかもちょっとお惣菜のビュッフェ付き。マジか。最高。朝からしゃぶしゃぶってね、うん、重いかなって思う方、全然そんなことない。思わない。あっさりしてる。鍋なんか365日いつも食えんだから。ちょっとあるものを作りました。怖っ。何これ。まあ、ちょっとハンドメイドっていうか、暴れまくるとこ。いや違う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 。物壊しまくるとこ。いや違う違う違う。作ったのこれ。作りました。へえ。ちょっと動画では言えないんですけど、はいはい、とあるものを作ったということで。わかりました。新体験、これ新体験です。13日の金曜日体験みたいな。いや違うわ。和菓子屋さんで和菓子を食べる。おー、したことない。ないよね。ないかも。和菓子屋行かない。うわー、あんみつです。最高ね。本当に美味しかった。いいですね。スイーツ屋さんになかなか行かないんだけど。あ、そう。和菓子屋だったら今後もありだなっていう。シェービング体験行ってきました。いやいや、5歳だろって。シェービング、もう最近ヒゲ剃りたい欲すごくない？5歳なのに。シェービングね、散髪とかは予約していくと思うけど、うん、そう、シェービングをね剃ってもらうってこと。予約していくことってないから。ないだろうね。ないない。まあもうそれもないんだけど、見ての通り。でそういう方もね、別にこうフェイシャルケア、ヒゲだったらそれピッ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 、フェイシャルケア、へこみかと今まで思ってましたけど、それいろんなね、こうエステみたいなもんで。なるほど、はい、気持ちよかった。めっちゃ気持ち、爆睡よ。あー、へえ、そういう感じ。どんぐらいかかるの。40分ぐらいじゃないかな。あー、結構長いね。5分とかじゃないんだ。そんなある？40分もなんかすることあるんだ。いや、あるだろ。気持ちいいね。あるんだよ。そのひげ剃るだけじゃねえんだよ。いろいろその、あ、いろいろあんだ。いろいろやるんだよ。髪も洗ってくれるの？髪は洗わない。顔だけでしょ。顔だけ。気持ちよさそう。マッサージとかもしてくれる。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ。可愛いキャラのポップアップに行く。これなんか見たことあるな。なんか知ってるな。あー、イースターバニー。なんかまあ雑貨みたいな。イースターバニー。いいじゃん。ポップアップ行くのいいよね。ポコピー店のねところにいたんですよ、うん。めっちゃクオリティ高いじゃん。うん。まあ、ポコピー店の跡地を訪問したんですけど。ポコピー店も本来こういうぐらいのやりたかったけど、なんかいつの間にか家の物置みたいな。そうですね。これすごかった。すごいね。わあ。次はこういう感じでやりたいな。まあ、行かないからね、僕こんなファンシーなキャラクターの。あ、ポンポがよく今度行くんですけどね。以上。おー、結構多かったんじゃない？いやもうほんと疲れた。ほん本当に大変だった。帰り、あの東京駅で集合したんですけど、はい、ピアスの顔終わってました。いやもうねずっとマジで何をすればいい、何をすればいいってインフルエンザの時と同じ顔してました。マジでもうこれね想像以上にきついですよ。新体験をするってなかなか。いいね、いいね。まあ全部カウントしよう。16。すごいね。16か。移動距離っていうか、もうほとんど半径 5km 以内でやってますから、うん、東京の凄さ、ね、あ、エリアはどこだったんですか。東京駅銀座周辺ですね。あー、ポンポコも銀座で終わらせた。ほぼそうなの。あ、ちょっと移動したけどな。
東京のフリマに行く。やっぱ都会のフリマはレベル違いましたね。あ、そう。海外のアンティークのとことかあって結構いろいろ買いましたね。あのハンドメイドとかもいっぱいあるんだけど、うん、違うなって思ったのはぬいぐるみ用のね服が売ってんの。ぬい用の。すごい。ニーズに。ニーズがすごい。ニーズに応えてくるな。東京のフリーマーケット。あの生まれて初めての日高屋。日高屋行ったことないの？ない。バカうまかっただろ。バカうまかったし、びっくりした。一番人気メニューを調べていったんだけど、中華そばと餃子のセット。あ、すごい。これセットで650円なんですよ。金額まあ確かにね、めっちゃうまいんだよ。ほんでめっちゃうまいの650円。何がすごいって、注文して冗談だけ10秒ぐらい出てくるの。早っ。くっそ早い。そんな早いの？びっくりした。そんな早かったっけ。初めて入るチェーン店だって。それだからさ、入ってさ勝手に多分座るのか、なんか案内とかないから、うん、座っちゃっていいのかなみたいな感じで座って、うん、どうすんだろこれ、タッチパネルかなみたいな、ね、お嬢育ちかお前。前を通りがかっただけのポップアップに入る。おい、同じようなことしてるな。あのアトムの店がすごくて今鬼塚タイム。すごい。なんだその。でコラボ真っ赤じゃん。これはとても良かったですね。入ってみて、いつもならうわやってるなーって撮りすぎんだけど、はいはいはい、はい、新体験の部屋とかこういうのも入ってみました。なるほど。そう、アトム、ね、かか興味ないもんね別に。いや好きだよアトム。いや待て待て、手塚治虫の、うん、ダイソーでアトムのグッズめっちゃ買ったから。ダイソーが好きなだけだろ。違う違う、アトムのシール貼ってる。だからパソコンに歌えるアトムの歌。アトムでしょ。アコムじゃないかそれ。ホワイトニング、あの歯の。何の、何それ。これは歯のこうやって絡めてこらって自分の今の歯の色を見て、はい、どの色の白さ目指しますかみたいな感じなんですけど、矯正終わってからホワイトニングしたいなと思ってたからついにできました。はいはいはい、おー結構いろいろ調べた結果、セルフホワイトニングってとこにね安かったんでね、1回今3000できました。シェービングより安いね。あ、シェービング結構すんね。シェービング結構するよ。ホワイトニングね、ほんと短い、30分もかかん、全体で1回5分を2回やって10分だったから。まあいろいろ行く人は調べていってほしいです。やりたいやりたい。もうポンポコは弱ったです。本当に一気に3トンも上がりました。もう満足ですね。あともう 2,3 回通って自分の目指す白さをね行こうと思います。なるほど、はい、新庄みたいにね。いや新庄はちょっと行き過ぎてた。ポンポコ的にはね、新庄行き過ぎてた。ポンポコが目指すのは11か10あたりかな。あ、はい、新庄は多分もう2とかす。新庄の歯のトーン歯のトーンに詳しくなってる。東京リベンジャーズ新体験店に行ってきました。新体験店。そう、通り部が今ね六本木の方でやってたんですよ。これは行ってよかった。マジ行ってよかった。ここでドラケンの腹筋を触るっていう新体験をしました。それは新体験だわ。でしょ。ドラケンの腹筋触れないもん。だれないでしょ。なかなかドラケンの腹筋触れますから皆さん。ドラケンの腹筋触ってきたのか。まあ、あとまあ原画を見たら、原画って感動するね。なんか初めて見たかも、あの実物。ポンポコマイキーを意識したね衣装ポンポコあるんで、お揃いでツーショット撮ってきました。うわ、はい、これが六本木のすごいビルの上の方だったんで、初めて東京の夜景を見ました。あのちゃんとしたとこから。あ、その夜景見えるこの東京リベンジャーズの中にあるんですけど、夜景を見る場所っていうか。ないか。確かに意外とないね。まあ一回なんか案件の時に、うん、すごい上のビルでここ東京の夜景見えるんすよってなんか案件先で言われたけど。 あったけど。そう、そういう感じで、ちゃんとその東京の夜景を見るみたいなとこから。確かにね、みたいなのは多分初めて。東京って見上げることはあっても見下げることってないもんな。なかなかないですからね。結構今まで夜景観光地でポンポが見てきたタイプなんだけど、あそこまで動いてる光っていうのは東京独特だと思った。東京の夜景はゆらゆらしてさクリスマスマーケットの空気を吸いましたね。初めてクリスマスマーケット行ったことないの。何気になかったな、こんなちょっとちゃんとしたのは。あ、そうなんだ。クリスマスマーケット風のなんか雑貨屋は行ったことあったけど。あ、ポンポコさん好きそうじゃんクリスマスマーケット。まあでも人が多すぎて、はい、空気吸って終わりました。あ、空気吸って終わる。空気吸って終わります。本当に人が多すぎて。だんだん似てきたぞ、僕とだんだん似てきたぞ。困ってんなもう。一人でイルミネーション見る。おいおい、そっつけ普段からそうだろ。いや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 、見てきたな。今までは誰かとしか見たことがない。ただこんなわざわざ一人でイルミネーション立ち止まって、こんな道通りをねこの歩くなんてね、こうやってね、おい一人で歩いて同じようなことしてる。宿は、はい、あのドミトリーっていう、あの外国人の方とかも泊まる。あー、泊まったんで。ドミトリーね、うん、それはまあ別に新体験ではなかった。あー、なるほど。そこに泊まりながら、ちょっとやばいなこのままじゃと思って、うん、マッチングアプリで人に会いました。マッチングアプリで人に会う東京ならすぐあるかなと思って、まあ女の子と会ったんで友達を作ろうと思って東京で。はお、何何東京ならすぐ会えるんじゃないかなと思って。マッチングアプリで、マッチングアプリで友達作ろうとしてたの。なのでその子と一緒にバーに行きました。まあ飲み友を探してたってみたいな。まあ今日のね、
今日のすごいことしてる。でその子と会う前が、あ、その子を新宿で会うってなったんで、うん、ラーメン二郎食べました。新宿にあるすごい有名な。いや僕食ったことないよラーメン二郎。あそう、うん、着いたらちょっと並んだんだけど、すっごいてんこ盛りのやつみんなが頼むから、すごいな、並んだままこれは食えねえと思って、はい、半分のサイズにする人みたいなの言ってはったんで、はいはいはい、手挙げて結局ひよって、あハーフサイズひよってるやついねえよなって言われたんだけど、いやマイキーを引きずんな。やっぱひよってあの半分サイズを、はい、は完食できました。いやその後人に合うんでしょ、ニンニクめっちゃ入ってるからさ。いやそりゃそうだろ、スケーサンガだからブレスケアみたいなめっちゃ買ってから。いやいやめちゃくちゃだろ。女性なの本当に。何の嘘なんだ。いや女性だよ、別に男性でも女性でも、あそんな深くは聞かないでおきましょう。きっしょ。自分のねドミトリの方戻って、はい、いやまだ行けるなと思って、行ってみたかった寝てくれバーに一人バー行きました。一人でバーに行く。カフェとしても人気なんですけど、そこでもう、はい、これはちょっと入り口しか載せませんけど、はい、あのぜひ、マジ店内すごいんで、ぜひこれはもうネタバラシしたくないので、地下にお店があって、お酒飲まない人もカフェとしてもね人気なんで、こんな感じで飲みましたね。うわ高しいじゃん。これはねカクテルなんですよ。あそうなんだ。これあのお酒なしバージョンもありましたよ。よく行けるねそんなとこ一人で。結構入るのね勇気いる。これ店の入り口もマジで美味しかったから、お酒飲めない人もぜひね挑戦してほしい。あーマジで美味しかったこれ。酔っ払ってただけじゃない、うんうん、ジロー、うん、ジロー入れてたからね。次の日初めて友達にしてもらったことは何回もあったんだけど、意外と自分では初めてモバイルオーダー、はい、サスケよなんだよ。何スタバのモバイルオーダー、モバイルオーダー、モバイルオーダーしたことない。マクドあるよ。自分のアプリじゃないなと思って。自分でやったことないモバイルオーダー。え、ある？あるよ。あるんだ。全然あるよ。東京の人ってめっちゃ並ぶじゃんスタバとか。それを横目にもうタンって持ってかれるからね。知ってる。いやいいねモバイルオーダーは良かったです。ずっとやってみたかった。ハリやりました。ハリ、うん、ポッター。違う、刺すやつ、お灸針のどっちか話し合ったけど、お灸もやったことないんだけど、はい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 、結局針になって、針ね良かったですよ。すごいな。めっちゃ体硬くてベッドに横になってもポンポコちょっと体浮くぐらい硬いんだけど、不思議なことにね右足刺すと右の肩がつくのベッドに。ちょっと待って、右足刺すと右の肩がつく。ベタって、ポンポさんベッドから浮いてんの。まずちょっと浮いてる、硬すぎて腰とか当たってるけど、もう針を刺せば全身ペターって、久々にベッドに、すごいな、硬いベッドに久々に全身ペターってついて、柔らかくなってく感じがすごくて。そんなに硬いの。木じゃん。そうだからすごい硬いですねって言われた。木に水を刺してみたようなもんだ。人によって相性があるらしいから、それすごい気持ち悪くなる人もいるんだって。痛くないの。痛くないポンポコはね。けどなんかその刺されてる感覚はある筋肉に何か。良かったです私は。ヘルレイザーみたいなね、はい。マジ手動だ。おすごい。なるほど。すごい。この黄色の扉を閉めてないと動かないみたいで、誰かが閉め忘れてずっと3階で止まってましたね。逃げてるなんかから。初めて手動エレベーターに乗りました。へえ、すごくない？すごい昔ながらのビルの中にある。こんなんだ。銀座の奥のビルってとこで、あの上上がってこう全体がギャラリーになってますので、雑貨とか好きな方はね、これで上がってから上から見ていくといいんじゃないですかね。すげえ、はい。これ良かったです。キックボクシング体験に行ったつもりがボクシングだった。ボクシングしたの？そう、フィットネスのボクシングで、なんかすごい暗闇の中でクラブみたいな感じで、You can do it! You can do it! You can do it! こわこわこわ。すごいな。45分間ノンストップで。ずっとそれ言い続けるの？うん、違う、言われてたの。あまりにひょろすぎて。すっごいしんどかったね、これ。いや、だろうな。もう筋肉痛ですよ、今も。うわぁ。はい、じゃあ以上、16個。はい、同じじゃん。一緒だ。まさかすぎない。一緒だ。なんかお前のが適当なの多かった気がするんだよ。いやいやいや、あなたも変わんないよ。マッチングアプリで、でもこんなん10点ぐらいあっていいだろ。まあ一緒だから。いやいや、マッチングアプリリンゴ片手に矢神ライト10人ぐらいと連絡したからね、こっちは。今日行ける人もう後半面倒なって、今日今から行きますか、今日今から。いやすごい、出会い中だ。出会い中だ、出会い中。いや僕だって広告のスマホゲームやんの大変だったから。寝転びながらできんだろ、ダウンロード。まだまだやりたいこといっぱいあったんだけどね、赤すりしたかったんだけどな、見つかなかったな。あー、赤すり確かにしたことないかも。あ、ない、ないないない。赤すりやってみたいな。もうこの企画ほんと大変。すごいよこれ。想像以上にずっと調べてんだから、なんかないかなって。想像以上に今からできること、自分との戦い、ほんとにほんとにそう。いやでも逆に、はい、この突発でやったにしてはさ、選択肢めっちゃある、夜中まで。ありますね。これやっぱ東京の凄さだかな。いやほんとに次田舎バーでやるか。
や田舎でなんかやれってなったらもう山になんか変な植物食べるとかなっちゃうよ。いやー都会編っていう都会編今日は見てくれてありがとうね。みんなもなんか新しいことやってみてくださーい。じゃあねバイバーイ。めなっちー。東京が海外みたいな感覚でしたね。いや本当に海外の時は何か何しよう、そうそうそう絶対にこの時間を無駄にしないっていう感じで調べるけど、うん、確かにその感じに似てましたね。